アトランタホークスのトレイヤングがキロに立たされている。6シーズンで3度のオールスター選出を誇る25歳のポイントガードは今季、キャリア初の長期離脱に見舞われ、自己最小の54試合の出場に留まった。平均に5 7点、自己ベストの10.8アシストを残し、通算アシスト数3868本、でドックリバース3866本、 現ミルウォーキーバックス HC、小抜き球団史上トップに浮上したものの、プレイオフの連続出場は3シーズンで途切れている。動画、大舞台での強さは証明済み。ヤングのキャリア厳選クラッチショット集現地時間4月17日のシカゴブルズとのプレインゲーム。ホークスはデジャンテ・マレーが30得点、7リバウンド、6アシスト、ヤングが22得点、10アシスト。 クリント・カペラが22得点、17リバウンド、ボグダン・ボグダノビッチが21得点、4アシストをマークしたが、約44分間にわたってホームのブルズにリードを許し、116対131で敗戦。プレイオフの切符をつかめずに今季を終えた。ホークスはヤングとマレーの主軸に加え、カペラ、ボグダノビッチ、ディアンドレ・ハンター、ジェイレン・ジョンソン、オニエカオ・コングラが来期も契約したにより、 原油戦力をキープして巻き返す可能性を秘めている。一方で、エースのヤング、あるいはマレーを放出してロスターに大幅なメスを入れる選択肢もある。そうした中、5月1日にヤングが自身のポッドキャスト番組、フロムザポイントの最新エピソードを公開。2018年の NBA 入りから今季まで6シーズンを過ごしてきたホークスへの思い、そして現在の心境を打ち明けた。 俺がアトランタにいたいというのはみんなが知っている。ドラフト、ダラス・マーベリックスから指名直後にトレード、された時から、ここは自分のキャリアでずっと過ごしたい場所なんだ。けど同時に、俺は勝ちたいんだ。もしチームにいる全員が同じ認識を持っていなくても、俺は今すぐにでも勝ちたい。2021年にホークスと5年最大2億700万ドル、約228億円の契約を結んだヤングは、 2025から26シーズンまでチームの契約しも、26から27シーズンはプレイヤーオプションに入っており、もしフロントが他チームへトレードする場合は多くの見返りを求めることとなるだろう。来期でキャリア7年目、開幕時には26歳と中堅の部類に入る司令塔は、このままホークスで優勝を目指し続けるのか、それとも他チームで再スタートを切るのかという瀬戸際に立たされているのかもしれない。 俺は何としてでも勝ちたい。無駄にしている時間はそれほど多くないと感じている。ハイレベルな環境でプレイしていきたいだけ。自分にはそれができると感じているし、ハイレベルな環境でプレイし、勝てると思っているんだ、とヤングは言う。これらの言葉は、トレードの覚悟はできている、とも受け取れるだけに、ホークスのフロントがこの夏に大きく動くことも予想される。果たして、 リーグ有数のスコアリングガードはアトランタを離れて新たなチームへと旅立つのか。オフの動向に注視していきたい。踏み黒丸秋山博之、フリーライター。